実はこう左側を今こう引っ張ったじゃないですか、はい、なんで左側向いてます。本当だ、はい、はい、こっちもやってきますね、はい、もしあれだったら横向き、あのここのこっち連だけやったら横向きしますね、はい、そのまま覚えやすいですか、はい、そうですね、ちょっと力入りやすいとかはあるかもしれないです。右すごいなんかもう今痛みちゃったからですかね。何ですか。右のなんか今ももが硬いですね。はい、私オスグとシレッタイ病なんですよ。はい。オスグとシレッタイ病。ああオスグと、はい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 。だから右足は痛いですよ。はい、あそうなんですね。かしこまりました。だから張りやすいっていうのもあるかもしれないですよね。それで。はい。膝のあれですよねオスグって確か、はい。あ、辛いです。強いですか。いや、大丈夫。大丈夫ですか。はい。やっぱり腰がちょっと。あ、腰にきます。そっか。じゃあ足の影響もあるんですね。膝から。まあ、膝痛めちゃうとやっぱ膝腰って関連が強いので。あ、出た。書きます。やっぱり何のことあれですね、そのこわばりやすいところがこわばらないようにケアが必要ですね、うん、忙しいとなかなかね、うん、小さい子いらっしゃったりすると忘れちゃうんですよね、うん、構う時間とかね余裕がないですよね、うん、でもストレッチっていいかもしれない、その、うん、体操し合うみたいな感じで、はいはいはい、習慣になってることでね、あのいい方に続けられるのであればいいんですけどね、でもたまにはこうやってやってもらわないと、うん、いいね、何ですか、はい、うん、いいね、あよかったです、嫌なのかと思いました痛いって言われるのかなと思ってお、うん、そうそれすごいですね、ビリビリ、あやっぱりちょっと右膝の方が、うん、左はそういうのビリビリ感がなかった、はい、なかったですね、 こっちのがやっぱり凝ってますね、はい、そうなんだ、はい、へー、そうですね、で、そうですね、やっぱりちょっと温度ムラがあるんですね、足裏はあったかい暑いぐらいなんですけど、うん、ふくらはぎとかそんなに特にこの辺なんかちょっと冷えてる感じがするので、はい、やっぱりあの自律神経が調子良くなくて、うん、はい、あのいや暑くなっちゃうところと冷えてるところが できちゃってる状態になってるようですね、うんうん、そうすると何ですか、それだとストレス溜まりやすいと、まあ、ストレスの影響で自律神経って乱れやすいのかなと思うんですけど、うん、ただやっぱ、まあ、そうなってると本人は暑いと思ってるから冷やそうとしちゃうとかあるんですけど、うん、はい、そうするとやっぱ冷えてる場所がより冷えて、そこが、まあ、傷んでしまうとか、いやー、気づかなかった、はい、やっぱ温度が均一になってるのが望ましいので、うん、なるべくその暑いところを冷やすっていうよりかは冷たいところを部分浴するとかで温めるとか、うん、なんか手足が熱いとすごい熱い、まあ熱く感じますね、はい、そう確かにふくらはぎとかは冷たいかも、はい、冷たいものだと思ってた、あじそうではないんですよ ね、でも分かります、あの比較がないから、はい、自分がやっぱり基準で、うん、手足は熱いから、まあ、血行は悪くないとか思っちゃうんですよね、はい、だからまあ冷えてるところ、例えばその足首周りとかであればレグウォーマーつけるとか、うん、えこれって、はい、あの私お尻も冷たいんですけど、はい、あ、はい、お尻もみんなあったかいんですか、あお尻はまあ皮下脂肪がね多いので、うん、冷えやすい部位ではあるんですが、うん、でもまあやっぱりあんまりキンキンに冷たいってなるとおかしいというか、うん、よくないですよね、うん、だそういうところはやっぱりちょっとこうあの重ね履きする、あの、はい、ふわっとした柔らかいあったかいのを履かれるとか、腹巻きつけるとか、
っていうので、まあ、腰回り冷えないようにっていうような、うん、まあ、努力工夫って言いますかね、やった方がいいと思いますね。痛いですかね。おお、足裏も今硬いですよね。ああ、そうなんだ、うん、おすごいですね。そう、多分なんか、はい、あの霜焼けみたいな感じそう、痛がゆい感じですか。痛がゆい感じ。ああ、うん、やっぱりあのおそらくそういうカチコチ痛いっていう状態で力入りやすいとかってなっちゃってるので、うん、内臓の働きも、まあ、やっぱり活発にはなってないかなと思うので、そうするとこう足裏硬くなります。ごめんなさい。あ、いえいえいえ、すいません。さっき痛かったですけど、どうですか。あ、今ですか。はい、痛くない。はい、じゃあさっきよりやっぱり緩くなりましたね。はい、じゃあ一回体勢変えます。ゆっくり起きてください。起きるのは、はい、無理なくで大丈夫ですよ。ちょっとじゃあ叩いていくところから。はい、足って重ねた方がいいですか。あ、自分はやりやすいように寝ていただいていいですよ。はい、はい、まあ、ちょっと場合によってはずらしてもらいますけど、うん、なんとかだから言ったらこうした方がいいのか、はい、あ、そうですね、その方がいいかもしれないです。よし、ちょっと待ってくださいね、はい、よいしょ、はい、辛くないですか。すごい気持ちいいです今。はい、あ、痛いですね。もう若干そっちにいいですか。